下徳富駅は、北海道川戸郡新都津川町技か月にあった、北海道旅客鉄道札沼線の駅である。札沼線の区間廃止に伴い2020年5月7日に廃駅となった。1976年の加徳富駅と、周囲約750メートル範囲。下が札幌方面。貨物ホームに貨車が留置されている。駅前は、建屋が密集していて狭い。 国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成、徳富の由来は、アイヌ語の、とであり、この地域を流れる徳富川が川筋をしばしば変え、川跡が隆起しり口となったことによるがである。当駅は、石狩川を基準にして下流型にあることから、下を冠した。廃止時点で、単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。 石狩東別駅が管理していた無人駅で駅舎を持っていた。1976年時点では、島式ホーム一面二線を有し、交換設備が設置されていたほか、駅舎横の札幌方に貨物ホームがあった。貨物取扱廃止後、列車本数が極端に少ないことから、交換設備が廃止され、島式ホームの駅舎側と貨物ホームの線路が撤去された。 2020年5月7日の北海道医療大学駅新都塚駅間の廃止にあたって、同日未明にホームに設置されていた駅名表及び駅舎に掲げていた駅名板が撤去された。周辺は田園風景の小さな集落。レンガ建ての大きな農業倉庫などが建っている。大きな集落が国道沿いにできている。2020年5月の当駅廃駅後、駅舎。 当駅、跡地、線路跡地は新都津川町に無償状とされる。2020年度から3年間の間に駅は解体される予定である。また、町は殺傷線の線路によって水田地帯が分断されている現状を解消し、基幹産業の稲作の振興を進めるため、2020年度から3年間の間に当駅周辺を含めた 線路跡地を水田に戻す予定である。ありがとうございます。